メイクブラシで書き殴れ、ガングロ駅、時間以内に木箱を全部壊せ。さあ来ました、ガンゾー選手苦手な全部壊せシリーズ。筆筆チャージャー、さあチャージャーかな、チャージャーにしようか。時間内に木箱を全部壊せ。北斎だとボムが使える、パブロはない、チャージャーはバックボムなし。むしろやっぱこっちの方がいいんじゃない。いや時間にもよるな。時間内に木箱を全て壊してください。インク効率よく壊しましょう。壊す順番も考えましょう。お気をつけていってらっしゃいませ。30秒以内に80個もあるの。こっからはやっぱり届かないし、まあ、そりゃそうだ。上か。これ無理じゃん。インク不足。ミスったな、武器をミスったな。てか上から始まるのか。半分も割れてないじゃん。わかった。なんだ。オッケー。今いいの見つけたね。あそこにスペシャルがあるんだ。それならここで、まあ昨日。全然壊れんよ。まあ昨日。全然壊れんやん。嘘だろ。嘘だろ。もっとさ、壊れんのかと思った。まあ、昨日がそんなに強くねえぞ。でもそれを発見したことで。マーキーの。こうでしょ。で、これ取って、ここでもう一回すぐやる。インクか、インクが足りなくなるのか。いやー、でも先にあれを使わないと絶対にクリアできないから。70個まで行くんだ。よしよしよし。よし、危ねー。パッパッパーパーパーパッパー。わかった。なるほどね。上からやるんじゃなく、下からやるんだ。はっはっは、スペシャルは下からやるんですな。危なかった。今全然クリアできないかと思った。ふぅ。
さあ、続いていきましょう。男の隠れ家、ここにあり。バス停のスナック駅。ログポイントを8個集めろ。スナック行くんだ。ね、お父さんがね、スナック行くんですよね、帰りにね。そうか、これか。回転のやつね。回転のやつね。ログポイントを8個すべて集めてください。ログポイントは壊して触れればゲットとなります。回転する足場に注意しましょう。壁が屋根にならないように場所を確認しましょう。制限時間については今言われなかったので、制限時間はないのではないでしょうか。では、行きましょう。ログポイント、8個。まずこれがどこ行ってるかはちゃんと見て。ここに足場ありそうじゃね？ああ、そういうこと？ほう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 。あ、オッケー。ここにある。ここから敵には当たんないのか。オッケー。どうだ。どっかの敵倒せねえな。あー、そいつは倒せそう。回るじゃん。怖っ。あぶね。あと7個。あ、嘘、今やられた。あ、嘘、もったいね、もったいね。あれ、でも死んでも一個壊したことない。あ、それはなんか緩いんだ、設定が。設定緩い、ね。アマちゃんだ。箱とかも壊れてる。設定がアマちゃんです。回転するのが嫌だね。なるほど、さっきのスイッチも。はい。あ、触れない。一旦敵を倒すことに集中しよう。オッケー、ちょっと待って。やべ、積んでね。あぶね。よしよし、オッケー。あと、あの光ってるところ。
からここの上じゃん。いけなかったー。よいしょ、触れよ。触れんのかい。いやー、残念。いや、最悪最悪最悪、今のは最悪最悪だな。余計なことをしたな。ここでも甘いな、設定が。だいぶだって今のもう4つクリアしてるでしょ。出てきたよ、チャージャーなんて。やめて。チャーなんていつ出てきたんだよ。最悪。冷静に倒さないと。黙ったよ、久しぶり。あと1個。だいぶしゃべんなかったね。黙ってたと思う。ふぅ。オッケー。では、ここ行きましょう。ハイエナどもの夢の跡地。弾けるバブル液。やつを倒せ。わかりやすいな。チャレンジ料3000。ほー。これは、おすすめだな、絶対に。倒せだもんね。あれ？